私綺麗、口裂け女が出たんですよ。都市伝説、口裂け女が逮捕された。そのルーツをあばれる君が解き明かす。八百津とか、八百津さっきも出た、信憑性高いぞ。口裂け女の発信源を求め、ある人物のもとへ。こっちに、ここに座ってください。最初はまあ見すな、これはいい情報ですね。口裂け女のルーツが明らかに。なんと口裂け女にはモデルがいた。口裂け女おるらしいでとか、私綺麗みたいな、なんかその怖いっていうよりかは結構ポップで聞いてたかなみたいな。最終のなんでこうなったかとか、どういうとこから来てたかっていうの全く分かんなかったので、今回結構深掘りしてるのでぜひ見ていただきたいなと思います。ずっとあの気になったんですよ。なんかこう、なんか手術で失敗してああなったって言ってたんですけど、そもそもどうなりたくてああいう手術をしてああなってたんだろうっていうのがすごい不思議で思ってて、だけどなるほど、あのルーツでああいう風にしてたから見えたんだっていうのがすごい腑に落ちて、意外な意外なルーツですね。全く想像もつかないお話だったので、すごいおったまげました。当時僕はリアルタイムで、その隣のクラスで、あの友達が口裂け女見たとか、そういうの話聞いてたし、あの漫画とか雑誌とかにも載ってて、すごい怖い思いしたっていうのはもうはっきりと記憶になってしますからね。あのね、僕は何より思うのが、当時 SNS もなければ、その何ですかね、そのそういった広める機器ね、そういうものがない状況で、なぜ全国的に広まっていったのか、それが今回どのようにあのね、その知れ渡ったとか、そういうのが分かると、見れば分かります、見ないと逆に分からない。だから見れば分かるっていいじゃん。ワールド極限ミステリー、7月3日放送です。見てください。ときめく時を TBS。